四国に行きました。立ち絵川って開口一番、そのセリフでやってます。そんなのはいいんですよ。本州からはるばるこの徳島県をはじめとした四国に鉄路で上陸するにあたっては、せいぜい快速マリンライナーとかが行き交う瀬戸大橋線一択やった。ところが本州と四国を結ぼうと画策した路線は実はもう一ルートあって、それがこれから乗る鳴門線なのだ。ってわけで、駅前規模に対して駅構内がしょぼいことで有名な徳島駅からどうも、今回は本州との連絡ルートになり損なった悲劇の路線、ああ鳴門線を乗り通すのだ。そのああとそのルビに何か意味はあるんですか。とにかく車両は1200型機動車、もともとは1000型といい、内装だけはおキャンな昭和時代のオンボロ機動車に喧嘩を売るべく、スペック引き上げ、サービス改善、それからワンマン運転にも対応した平成最初期の機動車、そうして牢屋を精一杯致すと駅前で参上したこの車両だけど、1500型とかいうもっと新しい車両が颯爽と現れてしまったので、この1000型も新進気鋭の1500型に服従するほかなく、1500型と並結可能なように1200型に改装されてしまった。その時しっかり1500型に改修されたか、塗装もブルーからグリーンに変わったけど、1500型の復讐への恐怖で青ざめてのグリーンもいくらか内包しているのではなかろうかと。座席配置は2人掛けボックスと2人掛けクロスと1人掛けクロスとロングシートが点在しとる形。正直座席の置き方で言ったらかなりキモい。もともとはロングとクロスを野菜ドリンクの歌い文句よろしくバランスよく配合した天体ショーの配置だったけど、出口の真横にボックスシートを撤去する形で後付けで車椅子対応のトイレを置いたおかげで、一部ボックスを撤去した上で用を足した人と目が合わないようにロングも一部クロスにして、そうやって配置を丁寧にいじくり回した結果、天体ショーの座席配置は見る影もなくなった。クレームをぬらくらとかわすべく重箱の隅に残ったものを取り除いた結果がこれだと思うと、無秩序ってのはリズメの延長線上にあるのかもしれん。11時58分徳島を出発、向かいに止まる無二線のやっぱり1500型に分からせられた1200型とたもとを分かつで、奥の方ではキハ1パー5系からキハ4047まで千差万別の機動車ともが身を休め、水戸黄門の門所並みの効力をもってして徳島県を機動車帝国たらしめとる。徳島県には電車が走りそうな私鉄もないし、四国全体の電化自体が昭和の最末期からだから、徳島県に電車が走ってないのは致し方ないところなんだが、これがもっとも県内シェア率ダントツの徳島新聞は決壊のせいで電化できない等と、あまりにも高尚すぎて本州の人間には到底理解が及ばないような教えで県民を籠絡しているので、徳島を訪れる際は魔女狩り対策として頭に巻く用のアルミホイルでも持っていくといいかもしれません。そもそもこの鳴門線自体電車で運営される予定だったんだけどね。ってわけで鳴門線を語る前にちょっとだけ注意書き、徳島から池の谷は高徳線の持ち物なんだけど、今回はそこも同時に語った方がわかりやすいんで、鳴門から池の谷だけじゃなく池の谷から徳島も語ります。ってわけでジャブがてら佐古駅を出発、県内最古の鉄道路線こと徳島線とお別れする駅やねんけど、その金はプレパラートのように薄く全部の特急にことごとく仕方される。一応高徳線が全線開業した1935年以降、この佐古から徳島を高徳線、徳島線、鳴門線の3路線が踏み荒らすようになって、同区間を走る列車の運行頻度がゲームアプリの利用規約の持ちくらいギチギチになったんで、仕方なく佐古から徳島の線路を1963年に増やしてやったというのに、かえって存在感だか名声だかに泥を塗られた雰囲気で、さしずめ佐古駅ならぬ佐古駅や、あんな駅でも高徳線の開業にかこつけて本来信号所が置かれるはずだったところを日増しに衰退する地元を見てらんない住民と市長の東本清掃によってそそり立った駅なんだぜ。まあ通過列車を使う場合に限っては佐古から徳島の重複乗車が認められているんで、通過にご立腹だったらその特例をサンドバッグにしなさいなってことなのかしらね。かくして華奢な豪傑たる佐古駅を出て吉野川を渡る、四国三郎と呼ばれる暴れ川なだけあって、明治末期から幾度の改修を経た今でもなお、すき焼き鍋くらいひたひたな水位は、創刊の一言に尽きるもの。完膚なきまでに異性をスポイルされた某井川とは、火にならないほどコスに越されぬ競争。高徳線開業時に竣工した、この鉄橋は、1932年という老いぼれの割には、そこそこすごく、当時の最新技術だった、連続トラスで作られたその橋は、全長にして、1キロ近くあるのは序の口。1946年に起こった南海地震の時もマグニチュード 8.0 が四国を襲ったにもかかわらず、橋脚の亀裂もなければトラス部分の落下もなく、ほぼ無傷と言っても差し支えないしのぎ方を見せた。当時は戦後も戦後だもんで、爪と闇市の喧騒に火を灯す程度のつましい日々やったねんけど、たったの3日で徐行運転を再開し、1ヶ月後には何事もなかったかのように普通に戻ったというで、小疲れてもけなげにケロッと立ち直り様はだるまみたいで、要望に反して可愛いね。まあせっかく闇落ちしただるまみたいな要望の特急うずしおの2700系とすれ違ったので、
そろそろナルト戦の歴史も特急張りの速さでせこせこ語っていきましょうかね。ナルト戦を考えた第一人者はアサン鉄道なる会社。ナルトのすぐ近く、ムヤから西に進んで、大阪峠を越えた先の香川県、高松まで行く路線。ルート的には、高徳線にかなり近いし、目論見もナルトがどうこうってよりは、むしろ、香川と徳島を結んで南北っていうのが主眼だった。私鉄ごときが、急峻な峠に立ち向かおうなど、身の程知らずで、身の毛がよだつところやねんけど、この会社からしてみれば、むしろ峠を狙ったところがミソ。せっかく、街道の往来は激しいのに、県境の峠のせいで、フルスロットルに活躍ができてない。つまりギチギチでギシギシな山々にあえいでいたもんで、輸送力が皮かぶってる状態。言うなれば大阪峠ならぬホワハホウ系雑ないじり方するな。でも雑ないじり方の方がシチュエーションとして興奮しないしないので黙って。ま、同じ計画は高徳鉄道と称する香川県側からも出たねんけど、難しい顔して2社を吟味した政府の鉄道会議の結果、阿山鉄道に許可を渡すことになった。鉄道なる新技術は旧国名を冠した側に明け渡された感じや。ただ、香川県とバチバチにやり合った計画なだけあって、香川県の発起人の間にギスギスが走り、線香花火のようにバチバチ睨み合ったようで、測量まで済ませた後の不況とともに、ナルトの渦潮に吸い込まれるかのように、計画は消えてなくなった。一応、紀伊水道の目次になったさっきの2つ以外にも、路線計画は存在していた模様で、淡路島の洲本から宮を経て、板野につながり、そこから徳島駅に迫る、阿波鉄道もあったとか、ただし所詮はナルト海峡の歌方。さっき渡った、改作工事で随分スリムになった、旧吉野川のように萎縮して、言わぬが花とでも示すかのように、そのまま黙りこくって、進捗ゼロで消えた。そんなこんなで、だんまりばっかり七点抜刀な、鳴門方面の鉄道計画だったけど、阿山鉄道がぶっ倒れた1908年、ムヤのあたりから、別の計画が頭をもたげてきた。とりあえず、ムヤと徳島の二大都市をつなげて、経済発展のみならず、鳴門の観光にも寄与して、金銭をがっぽり巻き上げんとした、そいつの名前こそ阿波電気軌道。ってことは、あの吉野川にも鉄橋をかける計画もあったんやるか、とか邪推したくなるものだけど、そこはベンチャー企業の限界。堂々と流れる吉野川に鉄橋をかけようものなら、金が足りずに足が出るあまり、手も出そうになるから、一企業としては手も足も出ないありさまで、そこはシャアなしに船で渡らせることにした。徳島の二大都市がどうとか、渦潮で集客だとかの対面相互を吐いておきながら、水陸の乗り換え2回を強いるとは、なかなかファンキーなもんっすよ。ところでどうやら計画段階では、池の谷なんて一切合切眼中に入れてなかったみたいやねんけど、板の方面を狙った視線とか、あとは工事の難しさとかを指折り確認してみると、なんや池の谷まで伸ばした方が楽やんけ、と相なって、少し西側に軌道修正したらしいで。そういう紆余曲折はあったけど、やっぱり語るべきときたら社名でしょ。何せこの会社の名前は、阿波電気軌道。だから、徳島水力電気なる会社の力も借りて、電車を使う気満々パンパンアンアンだったわけ。ただその会社が、ゼウスの雷のごとく、強大なエネルギーを持ち合わせているならよかったんだけど、結局は、全知全能の是の字もなく、電力不足が明るみに出ちゃった。その時は是が非でも電車をと、火力発電所を自前で運営することも考えたねんけど、吉野川にひるんだ所詮土会社が火力発電所を建てるとか、根元は寝て家って具合で、せせひひどうこはせせこましいと、当面は蒸気機関車で運用するってことにした。あと、両端部分の敷設計画もうまくいかんかった。というのも、ムヤ近辺は塩田だったんだけど、塩田をなりわいにする住民から猛反対を食らい、仕方なく、ムヤ駅の位置を少しだけ北寄りに変えなくちゃいけなかった。じゃあ徳島寄りはというと、そっちも市街地ってことで、ごたごた揉めて、測量も土地の買収も、から岸進まず、しかも、国鉄徳島線との連絡も微妙だと分かってきて、吉野川の向こう側の線路は、一旦諦めることにしてもうた。そういう、一難去ってまた一難の嵐で、ぶっちゃけありえないとぼやいた阿波電気軌道も、ヘトモトといざこざの中、1916年に開業したわけです。ってわけで池の谷駅に到着。ここいらで生木を裂くかのように、高徳線との別れを果たすことになる。っていうか、もう線路的には完全に分かれてて、西から高徳線ホーム、駅舎、鳴門線ホームという、ジョイコンに挟まれるスイッチ本体を彷彿とさせる、合流駅の割に直感的じゃない駅構造をしている。もちろん、最初からそんな駅構造で作るほど、阿波電気軌道はサイコパスやのうて、元々の池の谷駅は、ここから600メートルほど東側にあった。ただ、国鉄に買収された後、板野方面の支線を高徳線に流用しようと考えてみると、ずーっと行かずに池の谷駅でギコギコせねならんくて、鼻から不便だと思われた。そんな低堕落で、高徳線の名前を欲しいままにしようなど許されへん。ピザにパイナップルを入れるくらい許されへん。ちゅうわけで池の谷駅は今みたいな感じに移設されて、ことごとく高徳線におもねりつつも、某千鳥が見たら癖が強いと糾弾しそうな構造へと変わった。これが1935年のことなんだけど、駅が600メートルも移転するというのは、旧駅周辺の住民からしてみれば大問題。人間は、得をした時よりも、損をした時の方が、感情の高低差が大きいらしい。こういう損をするのが許せない心理を、プロスペクト理論と言うんだけれど、旧駅界隈も、駅を失って損したのが許せないからか、新駅を置けという運動が、盛んに起こったらしい。そうやって損に取り憑かれた時期は、実に25年以上続き、辛くも新駅の座をぶんどってきたのは、1961年になってやっと、だった。で、阿波大谷が生まれたってわけ。
分岐駅の3を奪い取ったは B 氏とは思えないほど、その見てくれは華奢で、奥まった場所の無人の防戦駅なのはいいとして、駅前には駐車場どころか駐輪場もないけれど、ナルト線の他の駅も、大概こんなもんだから、おそらくは許されていると思う。まあ、大谷駅を設ける羽目になったのも、こじつければ、阿波電気軌道の置き土産のせい。ってわけで、阿波電気軌道の経営を語っていく、ねんけど、その道は決してなだらかやあれへんかった。まず阿波電気軌道、船と鉄路の二足のわらじで、徳島智也を結ぶ気でいたねんけど、その船の区間が、10年しないうちに短縮されるという、開幕早々暗雲が立ち込める始末。ついでに支線の開通も、満員列車の重さに、分岐のポイントが耐えられず、池の谷駅でズリズリ脱線して、参詣客をみじんもめでたくない状況にさせた事故もあったとか言うで、そんな脱線事故からもわかるように、設備はおしなべて貧弱で、橋に差し掛かる坂でさえ、粗末な機関車なんかじゃ、歯が立たないことが多く、汽車が止まるのは序の口で、それを三等車、普通車の乗客に押させたことがあるとか、ちなみに格上の二等車の乗客も、まあ別に押さなくてもいいけど、さっさと降りて、列車の後を追う形で、線路の上を歩けと命令されたそう。時間が読めないし、汗をかくような徒歩を回避するために鉄道に乗ってるっていうのに、これじゃあ乗るたびに強制下車と遅延のリスクがつきまとう、嫌な汗をかく路線だったのではと。あ、遅延はそこそこやらかしてました。発車後でさえ、乗り遅れたホーム上の客のために止まったくらいだし、なんなら、さらっと走発したこともあったらしいで。そんな感じで、運営はどこまでもガバガバやったねんけど、お姉ちゃんみたいにガバガバでね、何が、なんで、経営基盤までも、ガバガバやった。無屋までの不設でさえ、石品洗うは今年のどん底やのに、背伸びして線まで敷いてもうたから、レールとか橋脚とかの修繕もままならず、ほとんど放置プレイをかましとった。それは、県からこっぴどく叱られても、桃栗3年かき8年、まあ焦りなさんなと、徳島県産のスタチのようにすっきりした顔つきで、デコでも動かぬっちゅうか動けぬと、声高に叫んだ。ま、運転手の給料すら払えていなかった時点でお察しや。そんなクソ雑魚弱々走行路線に、厳重な管理体制が整うはずもなく、賃金が支払われなかった腹いせに、会社を占拠して経営する従業員もいたとか、そんな具合に、本能寺の変が四六時中起こってるかのような地獄絵図だったから、もうこの際、別会社に鉄道事業を委託することにして、1926年に、阿波鉄道へと社名を変えて仕切り直した。で、運営が阿波鉄道の手に渡ってみると、なんだこのクソ設備は、と、激怒し、県と戦闘沙汰になった、ボロいレールや木製の橋から、線路上を全動する機関車や客車まで全動して、社員教育をこなし、節約のため減便し、徹底的に、阿波電気軌道のやらかしをなかったことにした。徳島寄りの末端区間の本数を2往復にしたのは、相当アグレッシブだけど、こぼしたミルクを嘆く暇なく副姿勢は、せめてものプライドを感じる次第。そこだけ切り取ると、赤字知らずになったと思うねんけど、乗り合い自動車なる競合相手にメンチ切られて、回線は多少されたねんけど、球体依然としてひょろがりもやしの経営状況やった。やがて、国鉄側から、そろそろ高徳線敷きますかねと声が上がると、高徳線と一部ルートが被ってる阿波鉄道は、1933年にぬるっと買収されてもうた。その買取価格は、スーパー頭でも驚きの二足三門で、建設費と連絡線にかけた費用の半分程度やった。ついでに、高徳線に関係ない路線、今走ってる部分とかも、同時に買収された。儲からない路線やから、こんなもんでええやろと、明け透けに足元を見られててかわいそうや。まあ、実際、本当に儲かってなかったから、線路も橋脚も、何もかも設備はガタガタだった。ケツの穴から手を突っ込まれた時の奥歯くらいガタガタだった。だから、運営が国鉄の手に渡ってみると、なんだこのクソ設備は、と激怒し、乗客と戦闘沙汰になりそうな、ボロいレールを一掃したり、駅舎を改築したり、阿波鉄道の経営基盤くらいゆるゆるな橋脚に辟易して、橋を付け替えたり、池の谷駅を移築し、需要のため増便し、徹底的に、阿波鉄道のやらかしをなかったことにした。なんなら、高徳線に吸収されたおかげで、徳島への延伸も叶ったと言われれば叶った。私鉄としての夢は消えたけど、なんだかんだ家臣昇誕、叶ってよかったね。もうテセウスの船かってくらい魔改装されてるし、県からお叱り食らったのも考えるとよくないが。ところでこいつは買収当初、阿波線という、みじんたりともひねりのない路線名やったねんけど、高徳線が開業すると、池の谷駅移動は、無野線中、やっぱり、無味無臭な路線名へと化けた。こいつは、当時終点やった無野駅から、取ってきとるねんけど、その無野と名乗る駅の場所が、一駅の延伸とか、再開省だとかで、二回もお引っ越ししたねんから、なんかややこしいことになったねんけど、終着駅が、鳴門駅を名乗るようになったら、路線名も、数年遅れで、鳴門線へと変わったというで、ここの路線名なんて、所詮終着駅を表すだけの記号なん。ただ、延伸区間の、無野から鳴門の区間に関しては、タイの味わいのように、濃厚な歴史をたどってきたので、そこを語らないわけにはいかない。ってわけでこの一区間をみっちり語ろうね。阿波電気軌道の時代まで遡ってみると、当時の開業区間は無野駅までだった。でも阿波電気軌道としては、鳴門駅どころか、もっと先の海沿いまで線路を伸ばして、ゆくゆくは、淡路島方面に船を置いて、大阪方面と繋げたいという野心すらあった。ので、その無野から先の免許も、ほとんど無理やり手にしてきた。ただ、心意気だけが、いたずらに先行したようで、塩田の実業家から、軒並み反対を食らったってのに、計画路線は、塩田がギュッとなってる部分を、カルナモ親子のごとく、悠長に突っ切る計画だった。
おまけに川の船を生業にしている業者からも船が運航できないやんけと悪態をつかれてる。勃起チンポくらい凝り固まった態度を欲しいままにする姿はほとんど強姦も同然だった。こうなる排水の陳だと県知事に無理やり土地買収をせがんだけれども、賃金すらはぐらかす会社に延伸できるわけないんで、結局誰も味方につけることができずに解散となった。そのまま延伸免許は阿波鉄道の手に移っていくで、阿波電気機動の遺産をしらみつぶしにぶっ壊した阿波鉄道も延伸には大賛成で、海岸沿いに線路を持っていくのは難しくとも一応はやれるところまでは延伸しようと、とりあえず1928年、宮から東に1キロ行った先、鳴門駅のあたりまで延伸させた。この時途中駅の運命なんて知るかボケと言わんばかりに、新駅の名前は宮駅にされたし、旧宮駅の方は恵比寿前駅にすげ替えられてもうた。ぬだくだと駅名をくら替えするとは骨の髄まで直感的かつ理論的や、そういう手のひら返しもあったけど、ムヤ川の周運とみっちり連携させたんで、需要は右肩上がりを見せたから、それで十分満足した。満足したから、それ以上の延伸とか、どうでもよくなってきちゃった。やや潮が引いた状態で、そのまま、阿波鉄道は国鉄の持ち物へ。国鉄自体については、延伸議論よりも先に、ムヤ駅と恵比寿前駅の話からしましょうね。それまでムヤ線という名前を賜っていたこの路線は、ムヤ町の玄関口へのアクセスとして、のんびりやっていたんだけど、そこに昭和の大合併が襲撃。ある程度の人口規模に持っていくのが条件だから、ムヤ町近辺もその波にサプリと飲まれて、1947年3月にムヤ町たちが寄ってたかって合併し、5月からは鳴門市と名乗るようになった。その姿勢を受けて、次の年のうちにムヤ駅は鳴門駅に化けた。路線名もその匂いに角化かされてか、4年後には鳴門線へと化けた。やっぱり直感的だと言いたいところだけど、そもそも合併前に鳴門を名乗っていたのは対岸の島だし、鳴門エリアにおもねってか、合併直後の2ヶ月だけ申し訳程度に名南市とか名乗ってたらしいけど、あまりにもクソネームすぎたから仕方なく鳴門市の名前にぶち込んだとか、そういう状況下に置かれている鳴門線は全区間が鳴門市を走っているけど、そのいさこちゃと工作と歪みが地に絡んでいる以上、鳴門線を鳴門へのアクセスと無神経に言っていいものか。ちなみに恵比寿前駅は宮駅に戻されてます。ムヤの座を強奪しておきながらうやむやにして戻すとは、なんとも雑なエピステーメイだよ。ところで、この解消よりやや前くらいのタイミングで、四国新幹線の話が持ち上がり始めた。何やら、淡路島をぶっこ抜いて、ムヤから高徳線、予算線を経由して、大分県に向かう計画とのこと。とてつもない大風呂敷やねんけど、なんだか、京阪神と九州の最短ルートとか、今はトンネルの時代とか、国鉄の技術があればへっちゃらとかの奇弁に踊り狂い、鳴門界隈は弱小施設の単細胞生物から、クソデカ単細胞生物の巣窟へと変わっていった。以降、廃線だので折れたり、再熱したりを繰り返し、一時は阿三海岸鉄道と称する運動まで出たけど、明石海峡大橋が新幹線向けの橋として建設されることが決まると、もう鳴門線なんて視界に入ってもするって感じだった。でも、明石海峡大橋に新幹線を通す案は消えかかってるし、徳島県側の大鳴門橋にもやる気がないので、もはや鳴門線は視界にすら入らないローカル線の扱いへ。生まれてこの方一人相撲に勤しむ当路線は、さながら大鳴門線ってわけで、あおいーともあれ鳴門駅に到着。この駅は1970年頃、さらっと北に300メートルほど移設されとる。なんでも、左側に移っとる国道を、意地でも直線にしたくって移設されたらしいで。当時の鳴門線には、廃線議論が巻き起こっていた中、建設省の承認まで得て、ようやるで。廃線議論。鳴門線の旅客輸送は、国鉄末期ともなると振るわなくて、そのひどさは、赤字83線にもリストアップされるほどで、下手したら廃線、って感じだった。でも一日の輸送密度はなんだかんだ5000を超えていた時期もあったからか、特定地方交通線の仲間入りはせずに首の皮一枚で繋がっている、そんな路線ですって言ってたら、徳島駅から18キロ約40分で鳴門に着いたので、折りまんこ。ところで冒頭さらっと新型車両の1500型の話をしたねんけど、その2006年のデビューを盛大に祝したのは他でもない鳴門線。デビュー当初は、ホームライナー的な鳴門線の快速、キントキライナーとして、徳島平野の砂ぼこりと、310円の座席指定券を巻き上げながら走っとった。ただ、いくら徳島から鳴門を、ノンストップの27分で結ぶ回送を見せたとて、普通列車の座席を占拠するだけやのに、310円も課金するのは気が引けるからか、半年の試験走行を最後に、運行は終わってもうた。って感じで、昔の資金不足から今のずっこけ快速、それから電化も叶わずじまいで、踏んだり蹴ったりな鳴門線も、廃線という鉄道にとって最悪なケースは免れただけでも幸運なのかもしれない。傷だらけの鳴門線が積み重ねてきた失敗をクスクス笑いたくなるのもわかるけど、そもそも人間という存在自体がこの世界最大の失敗作なので、あおい、切磋琢磨の仮面をかぶるエゴイストの人類どもに後ろ指を指す資格なんてものはない。あおい、地球上の80億人全員なっさしで指折り数えても、サイの河原で石を積む以上のことは誰もしてないので、あおい、みんなで傷つけ合って泥臭く血濡れて後悔と懺悔を糧にするラフレシアとして生きていこうね。よし、終わりましょう。はい、終わり終わり。さようなら。